レアル・ソシエダの久保建英をめぐって、プレミアリーグの強豪クラブ間で争奪戦が起きている。フランスメディア、フレンチ・フットボール・ウィークリーは6月30日、プレミアリーグのクラブが久保獲得を狙う、と題した記事を掲載。次のように伝えた、23歳の武房久保はレアル・ソシエダのユニフォームを着て2年目のシーズンを迎え、チャンピオンズリーグデビューを果たした。 CL では決定的な活躍はなかったが、この日本人選手はラリーガで躍進を続け、昨夏同様、今もイングランドの複数のクラブから注目されている。同メディアは、ムンド・デポルティボ氏の情報によると、トッテナムがこのストライカーの獲得を望んでいる。スパーズはすでに5000万ユーロ、約85億円、ノーファーを出しているが、レアル・ソシエダはこれを拒否している、と綴り、こう続けている。 バスクのチームは選手と別れるつもりはない。久保自身も必ずしも移籍するつもりはない。ラレアルとの契約は2029年までで、契約解除金は6000万ユーロ、約102億円だ。イングランドのチームが日本人選手を迎え入れたいなら、この金額に達する必要がある。リバプールとマンチェスターユナイテッドも引き続き久保を注視している。プレミアリーグのビッグ6のうち半分が、 日本代表 MF の獲得に関心を持っているようだ。